バイクジャーナリストの小林由紀です。今日はですね、台湾の二輪車メーカーキムコのニューモデル AK550、こちらをインプレッションしていきたいと思います。まずはですね、足つきはどうか、それからまたがってみて、どうかというインプレをしていきたいんですが、なぜ私が今日こんなスクーターを乗るのにつなぎを着ているかというと、この AK550 の試乗インプレッション、試乗会なんですけれども、なんとツインリンクモテギで行われています。ということで、スポーツ性能が高いというこの車両なんですが、スポーツ性能が高いというバイクが一体どのような足つきで、それからまたがり性能というかですね、使い勝手の良さがあるのかというのを今から検証していきたいと思います。ではですね、私、毎度おなじみ身長161センチ、しかし足短めということでですね、腕も短いんですけれども、またがってみてどうかということで、まずはサイドスタンドの状態から、どうやってまたがるかということなんですけれども、ご覧のように非常にですね、高い位置に、フレームというかこのユーティリティなんかもね、ここら辺に配置されておりますので、普通のスクーターのように、横丁に座って、足をこう入れるとかそういう動作はできませんので、じゃあどうやってまたがるかということで、前からはね、せーの、よいしょ、いけますね。一応前から足も通せますし、あとは後ろからですね、普通のバイクのようにまたがるということで、いいや、ちょっと高いかなでもできます。こんな感じでね、よいしょ、でまたがって、じゃあこの状態からですね、サイドスタンドのままから起こせるかどうか行ってみます。よいしょ思わずよいしょと声が出ましたが、このバイクですね、重量が220キロオーバーということで、そこそこというか、かなりですね、普通の、ビッグバイクと同じような重量がありますということで、もう一回やってみましょう。またがって、腕と外側のですね、右足でちょっと踏ん張るような感じで、せーの、よっ、でも、重心は低いので、難易するほどではありませんが、重いですねということで、はい、じゃあこの状態からですね、サイドスタンドのしまいやすさを検証していきます。まず足を変えるんですが、ご覧のようにちょっとですね、私の足の短さだと、シートからちょっとセンターがずれた感じで、お尻をちょっと今ずらしてますので、足の踏み替えの時にはちょっとこう、やっぱりスクーターなんでね、前に行けばシート高関係なく行けますので、ずらします。でもそうするとちょっとお尻の、中心部はバイクの中心からずれるんですが、そしてサイドスタンド、難なくしまえますね。じゃあ出すのはどうかというと、ちょうどこのヒゲが、ステップの脇に出てますので、これでつま先なりかかとなり出せば OK です。ということで、サイドスタンドだとこんな感じなんですが、じゃあ、足つきですね、もう一回、両足でどうかという、そのあたりを見ていきます。上がってで、サイドスタンドしまい、今シートにかろうじてお尻が乗っかっている状態で、つま先ギリギリ両方つきます。で、じゃあもうちょっと前に行けば、ちょっとね、今つなぎで窮屈なんですけども、もう尾底骨ギリギリシートの後ろに乗っかっている状態だと、つま先親指の付け根まで行けますね。で、よいしょ、シートの上に普通にライディングするときの位置ぐらいにすると、両足は、残念ながらつきませんので、片足ギリギリつま先ぐらいでしょうかね。ただこの矢印べ状態でも重心が非常に低いので、そんなぐらっとくるような感覚はないですね。バイクが、自然にこう立ってられるというような感じがいたします。はい、それでは、スクーターなので、せっかくなのでセンタースタンドも立てられるかどうかチャレンジしてみたいと思います。センタースタンド、
が一体どこにあるか。よいしょ、あ、ここですね。モニタースタンドは、せーの、あ、かなりガグガグ上がりましたが、じゃあ下ろすのはどうですか。なぜかちょっと難儀しますけども、かけるのは、せーの、あ、すごくかけるのは軽いです。不思議だな、かけるのが軽いのに下ろすのが、せーの、よいしょ下ろすのはちょっときついんですけど、まあできないことはないということで。あ、今あのハザードがつきましたけど、エンジン停止してもハザードつくんですね、これバイク。はい、というわけで、足つきインプレでした。